はい、秋茜の巣です。ついに秋茜も降りてきました。秋茜は30度以上では生きていられないらしいので、それで夏の間はより高いところに避暑していると言われています。こんな感じです。はい、ここは標高690メートル、現在時刻は14時2分です。だいぶ成熟して綺麗ですね。はい、秋茜オスとフニヤマオスとのコラボです。大きさが全然違いますね。こんな感じです。